クラファンのお金で誰が何ぼ買ったんかなとかを。僕はツイサさんが何を買うとどうでもいいっていうスタンスをずっと取ってますよ。言ってた、それは見たもん、俺。見た、犬を飼い始めたんだろうな、忘れたけど、なんか俺は見たから何言ったって無駄。